皆さん、こんにちは、まなみです。今、マイクをしていないので、セミの鳴き声が入ってうるさいと思うんですが、オープニングとエンディングだけなので、ご了承ください。今回はこちらのボビー・ブラウンのウェイトレススキンファンデーション SPF15PA2 プラスをレビューしていきます。通常サイズは 30ml なんですが、私はオンライン販売限定の 13ml のミニサイズの方を購入しました。10色展開になっていますが、ミニサイズは2色展開で、私は3度を購入しました。で、こんなテクスチャーで少し緩めなので、肌にのせた時に薄く広がります。なので、この手で見ている色よりは肌にのせた時に明るく感じたので、全然この色でも問題なく使えました。香りはフローラル系の強めの香りがします。車の芳香剤とかにありそうな香りっていう感じで、私はあまり好きではありませんが、まあ使えるかなっていう感じです。で、商品の特徴を読んでみますと、24時間ロングウェアと潤いのバランスを両立した新感覚のナチュラルマット肌で、1日中ありのままの自分に自信を持つことができます。厚塗り感ゼロ、つけてる感ゼロ、乾燥感もゼロ。スマートスキンバランシングテクノロジーを配合し、皮脂と潤いのバランスをキープ。時間が経った時の美しさを感じられるはず。快適で素肌感のあるカバー力って書いてあります。で、これは酸化塩フリーなんですよ。軽くて使いやすいので、最近試した中ではかなり気に入っている商品です。ということで、ここからは塗ってるところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それで本日はボビーブラウンの新作のファンデーションを塗っていくんですけど、こちら側は単体で塗って、こちら側は日焼け止めファンデーション、パウダーまで塗ろうと思います。それではまずこちらに日焼け止めを塗っていきます。ファンデーションを塗っていくんですけど、資生堂のいつも使っているブラシを洗ったんですけど、まだ乾いていないので、このウェイクメイクのブラシを使っていきます。手に出したので、肌に塗っていきます。濡らしたスポンジで叩いていきます。結構綺麗かも。本当に軽いですね。厚く乗るタイプかと思っていたんですけど、軽いです。カバー力が抜群に高いわけではないですし、なんかニキビとかの赤みも全然見えているんですけど、でも綺麗です。ここ赤みが多いので、どれくらいカバーされるかというと、こんな感じです。そして意外とカバーされる感じがありますね。左側に塗ってみました。おでこはこんな感じで光を遮ってみたんですけど、結構ナチュラルですよね。おでこは毛穴の黒ずみを隠れていて、この赤いニキビのところとかは普通に透けているんですけど、軽いので、まあ透けるよなっていう感想なんですが、結構気に入りました。光を遮りますね。ミディアムカバーもないかもっていう感じのカバー力なんですけど、最近重くてしっかりカバーされるファンデーションよりは、全然赤みとかも見えていいから軽い方が好きっていう、まあ、個人的な好みなんですけど、最近はそうなのでとてもいいです。それでは反対はスパチュラとスポンジで塗っていきます。こうやって塗ると結構カバー力は高くなりますね。こちらの方が全然赤みが隠れているので、まあ、当たり前なんですけど、塗る量で結構差は出ます。ほぼ毛穴落ちせずに塗れていて、本当に近くで見たら少し白いところはありますが、全然気にならない程度なので、今のところかなり気に入っています。で、密着もそんなに早すぎないので、伸ばす余裕はあるっていう感じですかね。で、クリームタイプではないんですけど、なんかそういう密着感というか、ちょっとなんて言うんでしょう、ペタッと肌にくっつく感じがあります。スポンジでも結構綺麗に塗ることができました。
両方に塗り終えました。こちらの方が日焼け止めを塗ったっていうのもありますし、あとブラシで少量塗っていったっていうのもあるので、こちらの方がカバー力が低くなっているんですけど、でも綺麗ですし、こちらは少しファンデーションの量が多かったんですが、カバー力は高いものの、こういうちょっと赤みは透けるかなっていう感じです。鼻と頬なんですが、こちらは全体的な赤みっていうのがうっすら透けていますが、こちらは結構カバーされています。ここの血管はこのくらい透けているので、そこまで厚塗り感が出ずに、でもまあまあカバーしてくれるっていうカバー力なので、こちらはミディアムより少し上くらいのカバー力はあります。こちらはローとミディアムの間くらいのカバー力なんですけど、しっかりカバーされてるのもやっぱり綺麗だなって思いますし、こちらのそこまでしっかりカバーされていない方も全然塗っている感が出ないのでいいなって思います。結局どちらも好きです。最後にパウダーを重ねます。意外としっとりしているファンデーションだったので、イニスフリーのサラサラになるパウダーを塗っていこうと思います。このパウダーとも相性はいいみたいで、カサカサにならないので、今日のベースメイクの仕上がりはいい感じです。パウダーを左側だけに塗ってみました。アップでお見せするとこんな感じで、セミツヤくらいのツヤ感があるんですが、こんな感じでマットになりました。このセミツヤ感もすごい綺麗ですよね。毛穴も目立ちすぎないツヤ感なので、塗った直後はとても綺麗です。こちらパウダーを塗ったのでサラサラになっていて、毛穴もより見えなくなっています。それでは今日も7時間検証していきます。こちらは3時間後の動画です。3時間後なんですけど、まだ全然綺麗に保たれていて、こちらはサラサラですし、こちらもそこまで塗った直後と比べても変わっていないと思います。まだ綺麗なツヤ感です。で、頬と鼻なんですけど、この辺りの皮脂は少し増えてきたかなと思いますが、ほんの少し増えただけでテカってはいないので、ここまで皮脂の量は気になりません。ただやっぱり光に反射した時に毛穴がよく見えるので、パウダーをしている方が綺麗だなとは思うんですけど、まあ他のファンデーションと比べても綺麗な方です。鼻はちょっとテカれ始めている気がしますが、これも化粧していなければ普通にティッシュオフして綺麗に元に戻ると思うので問題なさそうです。で、こちら側はパウダーをしているのでまだサラッとしていて、鼻もそこまで皮脂は出てきていません。まだ3時間ですが綺麗に保てています。こちらは5時間後の動画です。おでこはこちらまだサラッとしていますが、パウダーを塗っていない方はテカってきています。頬と鼻はやはりこの辺りはテカっています。でも毛穴落ちはないですし、この頬の外側はしっとりしているくらいで、もうとても綺麗にまだ乗っているので、ここだけですね。パウダーを塗った方は少しこの辺りのツヤ感が増してきていますが、まだテカリではないです。鼻はちょっとテカり始めていますが、そこまでひどくはないかなと思います。なのでパウダーをしていればまだ全然綺麗だなっていう感想です。こちらは8時間後の動画です。1時間遅くなってしまったんですけれども、パウダーを見ていきたいと思います。結構こちらはテカっていて、こちらもかなりしっとりしてきています。サラッとしている部分もあるんですけど、ツヤっと感があって、で、頬と鼻はこのような感じです。結構テカテカになりました。パウダーをした方はこのように、まあ、この辺りがテカっているっていう感じで、この頬の外側はしっとりはしているんですけど、そんなにテカったりとかはしていないので、結構綺麗です。やっぱり単品だとこうテカテカになってしまいますが、マットめなパウダーと合わせると私の肌ではまだ綺麗な方だと思いました。パウダーをしてもテカテカになったりすることもあるので、いい方かなと思います。ただ今日はほぼ室内にいて、先ほどゴミ捨てをしに外出したんですけど、それくらいなので、室温27度で、湿度が 50% くらいなので、秋ちょっと手前くらいの環境だと思うんですけど、このような結果になりました。
さあ、楽しみにしていたティッシュオフなんですけど、まずこちらからやっていきます。ティッシュオフだけだとファンデーションが落ちるので素肌は見えてきていますが、そこまで汚くはないかな。若干毛穴落ちはしていますが、すごいひどいっていうわけでもないです。こちらはやはり皮脂が出ている部分は少なかったので、それを抑えるだけでよかったっていうのもありますが、毛穴落ちはしていないです。一応塗り直しもしようかなと思うんですけど、リキッドファンデなので手に出してこれで塗り直していこうと思います。大容量のパフを購入したので、そのうちの一つを使って塗ってみます。少し毛穴落ちしている上から重ねると、そんなにひどくはならないかな。元と同じくらいか、若干目立たなくなったかもっていう印象です。こちらはパウダーをしているので、うまく乗らないんですけど、まあ、汚くもならないけど、これなら別に塗り直さなくてもいいかなって思います。おでこは化粧布しただけで全然綺麗なので塗り直す必要はないと思いますが、この辺りだけ薄くなっているので直すとこんな感じです。全然綺麗ですね。顎もそんなに直す必要はないかなと思うので、引きで見るとこんな感じで、アップでお見せするとこのように全然綺麗ですよね。塗った直後ほどは綺麗ではないですが、でも結構いい方ですよね。塗り直した後でもそんなに重くないですし、ザラつきとか毛穴落ちもそんなにひどくならないので良かったです。今日もセミがすごい鳴いているのでマイクを使っていくんですけど、ちょっと音がこもっているように聞こえる気がするんですけど、皆さんどうでしょうか。それでは今日日焼け止めから塗っていきます。それではファンデーションを塗っていきます。で、今日は軽くスポンジで塗っていきます。鼻が荒れ気味なんですよね。薬は塗ったんですけど、最近体も湿疹がまた出始めてしまって、そんなにバーッと出てるわけじゃなくてポツポツとしか出てないんですけど、それがすごい痒いんですよ。湿疹フリーな生活はしたいんですけど、なかなか体質なのか痒い状態が続いていて最近は大変です。これやっぱり軽くていいですね。すごい塗りやすいですし、重くなくて綺麗に仕上がります。でしかもミニサイズが出ているのが私的にはちょうどよくて、ファンデーションって使い切るのが本当に大変で、クッションファンデーションだったらまだ容量が少ないのでいいんですけど、リキッドになると結構量が多いので小さいサイズがあるのがすごくありがたいです。それではパウダーを塗っていきます。このファンデーション本当に気に入ったので、今年のベスコスに入ると思います。ボビー・ブラウンのファンデーションって全然試したことがなかったので、他の商品も試すのが楽しみです。パウダーまで塗り終えました。仕上がりはこのような感じで、軽い仕上がりで肌悩みもそこまでカバーされるわけではありませんが、ある程度はカバーされて、頬の毛穴とかも綺麗に見えますし、鼻の赤みは全然カバーされてます。
くれていませんが、まあ、このくらいのカバ力です。とりあえずこんな感じで顎あたりもパサッとしないですし、とても綺麗です。ということで今8時なんですけど、外出をするんですが、おそらく家を出るのが9時半とかになるかなと思うので、それまではマスクをせずにいて、その後マスク検証を4時間していきたいと思います。塗ってから7時間半後でマスクは4時間つけていました。おでこはこのような感じで全然まださらっとしていて綺麗 で、頬と鼻なんですけどこんな感じで取れています。外出はしたんですけど、外を歩いていたのは10分20分くらいだったので、ほぼ冷房のある車だったり部屋にいたっていう感じなんですけど、このようになりました。結構綺麗な方だと思います。軽いので崩れにくいかなっていう印象なんですけど、すごい綺麗ですね。このファンデーションは気に入りました。ぜひ軽いものがお好きな方は使ってみてください。でマスクの中をお見せするとこのような感じです。意外とついてはいますが、シャネルのパウダーのベージュのカラーもついていると思うので、肌自体は綺麗な方です。このファンデーションの長所は、まず酸化塩フリーなので角質が詰まりやすい肌質の方でも使いやすいと思いました。あとは軽いので肌負担になる感じが少なくて、あとこれはメリットともデメリットとも取れるかもしれないんですけど、カバ力が低いです。個人的には使いやすくて軽くて肌が疲れる感じもなかったので気に入りました。あと密着が早すぎないので塗りやすかったです。デメリットは単体だとテカりやすいので、私はサラサラ系のパウダーとの併用が必須です。でも乾燥しやすい冬とかだと逆に使いやすいだろうなと感じたので、秋から冬にかけて使っていこうと思っています。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。